滑走路、滑走路、滑走路とは飛行機が滑走し離陸、着陸を行うための直線上の道のこと。空港、飛行場、空母などに設置された施設で空港における最重要設備である。滑走路は外見はただの長大な道路だが飛行機が着陸する時の衝撃に耐えられるよう通常の道路などに比べ丈夫にできている特殊な設備である。 夜間でも離着陸が行える、要等期、滑走路等下が埋め込まれていることが多い。また、離着陸時の高速走行においても、機体の揺れが少ないように、滑走路表面の凹凸は、極めて少ない、高速道路などに不時期した場合、乗員は猛烈な振動にさらされることになる。離着陸時の鳥との衝突、バードストライクは重大な事故につながるため、 滑走路周辺には鳥追い、または鳥脅しの設備を設置することが多い。可燃性ガストを用いて、定期的に爆発音を発生させ、鳥を追い払う爆運機が主流だが、2008年頃からはそうした設備にさえ慣れて、怖がらない鳥が現れてきたため、バードスイーパーが滑走路周辺を巡回し、両中で追い払う方法や、花火などの閃光を伴った方法が取られる。 滑走路は以下の規則に従って命名される。航空交通管制上、滑走路は滑走路番号、指示標識と呼ばれる自北からの方位角、時計回り、と単位を1、10した数値で識別される。滑走路番号は、飛行機の進入方向から方位を、真北から時計回りに測った角度の下1桁を切り捨てた01から36までの数字で、表される。例えば、 自北を向く滑走路は滑走路36である。その逆向きの滑走路は自方位で180度であり滑走路18となる。それぞれの滑走路の番号は滑走路の端に表示されている上記の例の滑走路では南端に36北端に18と表記されている。このように滑走路番号は01から36の数字のいずれかになる。通常、 一本の滑走路には方位に基づく二つの番号が割り当てられており、一本の滑走路の命名は二つの次方位を組み合わせて表される。上記の滑走路36と滑走路18の例では、18、36と表記される。滑走路が並行する場合の命名は、滑走路番号の後に LCR を付すことで行われる口実を参照。例えば、 地方位360度を向いた滑走路が3本平行に並んでいる場合、北から滑走路に侵入する飛行機の位置から見て、左側の滑走路から滑走路36リットル、滑走路 36C、滑走路 36R となる。平行滑走路が2本しかない場合は、C、中央を使用せず、L、左と、R、右のみを使う。したがって、 南北方向に2本の滑走路が平行している場合、18、36の場合、西側の滑走路を 18R、36リットル、東側の滑走路を18リットル、36R と呼ぶ。滑走路が4本平行する場合は、2本の滑走路番号を10度ずらして表記する。例えば、時方位360度を向いた。 滑走路が4本平行に並んでいる場合は、それぞれ 01L、19R、01R、19L、18L、36R、8R、3 6ルと呼ぶ。このほか、数字の後に LC、RC をつけるところもあり、平行滑走路4本の場合は、左から L、LC、RC、R となり、5本の場合は、左から、 L, L, C, C, R, C, R となる。表面が水の滑走路、水蒸気が使用するは C レーンと呼ばれる。平行する他の滑走路が存在する場合は C レーンの滑走路の番号には W, 水ウォーターが付けられる。キタを向く水上滑走路は C レーン36ワットである。また、このような正式な表記法の他に、 空港独自に滑走路名が存在する。特にこの独自の命名法にルールはないが A 滑走路、B 滑走路や第1滑走路、第2滑走路などアルファベや番号を割り当てることが多い。飛行機の運行に必要な滑走路の長さはただ単に車輪が設置している間に走行する距離だけでは足りない。必要とされる滑走路の長さとは 通常の離陸で滑走を始めた点から浮上して、高度50イート、大型機では、高度35フィートに達した、瞬間の直下の点までである。この離陸滑走路上にさらに15%の余裕を、加えた距離、また多発機においては、離陸決心速度 V1 で、離陸中止した場合に必要な停止距離 V1 時点で、エンジン1機が、 突然不作動となった場合に離陸継続して高度35フィートに達するまでの距離以上3つの中で一番長い距離を必要離陸滑走路長としている。また、着陸においては滑走道端を高度50フィート約15.2メートルで通過して設置、減速、停止するまでを飛行機の着陸距離としている。着陸に使用するには この着陸距離の1.67倍の距離が必要着陸滑走路長とされている。以上の必要離陸滑走路長と必要着陸滑走路長のうち長い方が航空機の安全確保に必要な滑走路の長さである。現実にはその運航の時点での天候、滑走路の状態、滑走路の標高、飛行機の総重量度により必要滑走路長が その都度変化するのであり、必要滑走路長がその空港の滑走路長を逸脱しないように、搭載貨物量などを決めることになる。目安として、本格的なプロペラ機の離陸に1000メートル、ジェット機の発着に最低1500メートル、ワイドボディ機の離陸に最低2000メートル、ボーイング747の離陸に最低2500メートルが必要である。 同じ747でも燃料、旅客、貨物を多く積む長距離便、飛行距離が1万キロメートルを超えるもので利用するには3000メートル以上が必要である。大規模な国際空港ではボーイング747やエアバス A380 クラスの超大型旅客機の離着陸に余裕を持たせるため3000から4000メートルを確保するのが標準的である。 世界で最も長い滑走路はエリア51の9656メートル別設ありであるが軍事基地であるがゆえに商業機が飛び交うことはない商業利用で民間機が発着できる最長の滑走路は中国のチャムドバンダ港であり5500メートルの長さを有するこの空港は標高が4334メートルと高い場所に ある空港であるため空気の密度が低く、エンジンの水力、機体の揚力ともに減少し、滑走を始めてから離陸するまでに長い距離が必要なためである。平地の空港としてはあるマクトゥーム国際空港、標高52メートルが4900メートルの長さを有する。世界で最も幅の広い舗装滑走路があるのは、ロシアのウリアノフスクボストーチヌイ空港であり、 105メートルの幅がある。近代化された空港では滑走路の路面は舗装してある。舗装のために用いられるアスファルトは一般の道路で用いられるものよりもはるかに高強度であり、重量の巨大な航空機の離着陸に十分耐えられるよう改良されたものが用いられている。また、大型機では離陸速度が時速300キロメートルにも達するため、 振動を抑えるために極めて平坦な舗装が施される。排水性を高めるためにセンターラインから滑走道端にかけてごくわずかに傾斜し山なりになっている。通常はアスファルトによる舗装となるが戦闘機のアフターバーナーによる影響が大きい場合には熱に強いコンクリート舗装とする。郊外や壁地の小さな飛行場、大きな空港でも 軽飛行機用の短い滑走路では、土や芝生などの舗装されていない滑走路もある。ブレーキ性能の向上のため、滑走路の前面にわたって、滑走路の長手方向と直角に細い溝切りを施す。これをグルービングという。グルービングは、交付時にタイヤと路面の間の排水を助ける役割も持つ。グルービングの溝は、幅、深さが6ミリメートル。 溝の間隔が 32mm となるように、ダイヤモンドカッターで削り取り作業が行われる。数センチメートル程度の物体であっても、航空機の車輪が巻き上げて機体に当たるなどして、損傷を受けたり、エンジンに吸い込んで、故障や不具合を招いたりする恐れがある。実際に滑走路上の異物が原因の墜落事故も発生しているため、特に大型機のように異物を吸い込みやすい。 ジェットエンジンを利用する航空機が利用する滑走路では常に異物の監視、清掃がされている。運行回数の多い空港では2本の滑走路を平行に配置し空港の能力向上を図っている。このような滑走路やその配置のことを平行滑走路という。長い2本の滑走路が平行している空港では片方の滑走路を離陸専用。 もう片方を着陸専用と分離し、安全性の高い運用が可能である。また、夜間の保守作業や、陶器の除雪作業の際は、片方の滑走路を閉鎖しながらも、もう片方の滑走路で運用を続けることも可能である。長短2本の滑走路が並行している空港では、短い滑走路に着陸できない大型航空機もある。ために着陸の完全な分離を行えないが、 航空機の性能、状態、空港の地上交通を考慮して使用する滑走路を選択し、効率の良い運用がなされている。平行滑走路には滑走路間の距離により以下の例のようなタイプが挙げられる。運行回数の特に多い空港では、横風での離着陸の安定を期するため、主要な滑走路とは別に向きを変えた滑走路を設けている。 このような滑走路のことを往復用滑走路という。D 滑走路建設以前の東京国際空港を1、0とすると、通常使う滑走路が A 滑走路と C 滑走路であり、B 滑走路は往復用滑走路である。滑走路には表示があり、この滑走路の表示に書かれていることは、ほとんどの空港で共通である。滑走路の表示は、以下のようなものが書かれている。 滑走路表示は、ほとんどの空港では、白色で書かれているが、新千歳空港など、積雪の多い空港では、積雪時の視認性を上げるために、黄色で書かれることもある。滑走路の周辺には、安全な離着陸ができるように飛行援助施設が、設置されている。滑走路の所有というのは、大きな空港であれば、空港を管理する団体のものであるが、 アメリカ国内においては、個人所有の空港は珍しいことではなく、小型機専用の自家用空港を持つものは多い。なお、アメリカ発の個人所有の滑走路は、デルコ創業者であり NCR 会長となった、エドワード・エディーズが、オハイオ州、ケタリングの自宅に作ったものである。また、飛行機マニアとして知られる、米国人俳優のジョン・トラボルタは、 自身が所有するボーイング707を使用するため、自宅敷地内に専用大型滑走路を有している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。